よすこうきです。今日はですね、100日後にビアダになる大学生14日目ということで、今日もいつも通り顔面が汚いですねということでよろしくお願いします。僕ん家って家賃2万円のクソボロアパートです。クソボロアパートなんですけど、クソボロって言ったら、まあここに上に住んでるらっしゃる方とかに失礼になってしまうので、まあ言い換えますと、まあなんか家賃2万円の通気性のいいアパートに住んでるんですね。とても地面が冷たいんですよ。このように地面が冷たすぎて段ボールを敷き詰めたわけなんですが、ちょっとやはりまばらな状態ですので、今日は根気で動画内で床暖房を自家製でちょっと頑張って作ってみようと思います。 DIY ですね。ではやっていきます。掃除機が完了いたしましたので敷き詰めさせていただきます。次にこれでガムテープを貼ります。こんな感じで全部つながりました。はい、こんな感じでいい感じの床暖房、偶然ですねこれ、床暖房ール床暖房床暖房ール床暖房というとこ、いうことで、ちょっと偶然ダジャレになっちゃったんですけど、段ボールで床暖房を作ってみたということで、以上です。これで足が冷たくなるのを回避できるということで、良かったです。皆さんもお金がない方、貧乏な方は、皆さんもこういう形で工夫して足を冷たくするのを避けてみてはどうでしょうか。では、ありがとうございました。